日本海縦貫線日本海縦貫線は、近畿地方から東北地方あるいは北海道までの日本海沿岸に付設された JR 及び JR から移管された第三セクターの鉄道路線の総称である。複数の路線の全部、または一部から構成されるが、長距離運行する優等列車、特急、寝台特急、急行や貨物列車の運用上、 一部で一体的に機能させている。正式な路線名称ではなく、JR 旅客会社及び第三セクター会社では案内名称としては使用しないが、日本貨物鉄道、JR 貨物では案内名称として使用している。日本海中間線の距離は大阪駅青森駅間で 1039.9km、新潟駅経由である。青函トンネル開通以降は、 これに以下の路線を合わせ、北海道の札幌駅に至るまでの路線を指して、用いられることもある。大阪駅から、新越本線の新潟駅までは一貫して、複線、大阪駅草津駅間は複々線であり、第3セクター区間を除くと、特急列車の本数は多い。新越以北の上越本線と新潟駅柴田駅間の白新線は、単線と複線が入り混じる路線となり、 普通、特急列車の本数は少なくなり、列車の速度も遅くなる。大阪駅前払い間は、本州の大動脈である、東海道本線の一部であり、日本海中間線と重複する、この区間は、あらゆる方面へ向かう、旅客列車、貨物列車が走行する。函館本線や長崎本線と同じようにルートが二つに分かれている区間が、 日本海縦貫線には2カ所あり、山品駅大見塩津駅間の古西線経由と、東海道、北陸本線経由の2つのルート、新津駅柴田駅間の新越本線、白新線経由と、上越本線経由の2つのルートがある。定期特急列車は、山品駅から大見塩津駅まですべて、古西線経由であり、新潟貨物ターミナル駅を経由しない、貨物列車は新津駅から、 柴田駅まで上越本線経由である。貨物列車にも、湖西線経由と東海道、北陸本線経由、新越、白新線経由と、上越本線経由がある。東海道本線、山陽本線の本州内は一貫して、直流電化であり、東北本線は黒磯駅、高角駅間にデッドセクションがあるのに対し、日本海中間線は直流電化区間と、交流電化区間。 50Hz と 60Hz が混在しているため何度もデッドセクションを通過する。日本海中間線のデッドセクションは、北陸本線鶴ヶ駅南馬城駅間、越後時めき、鉄道日本海ヒスラインカジ屋敷駅、糸井川駅間、宇越本線の村上駅、真島駅間にある。そのため日本海中間線には、多くの高直量用の電車、機関車が見られ、 日本海中幹線をすべて走行する電車、機関車の場合には、直流線5 0 0 v 交流 20KV50Hz、交流 20KV60Hz 20の3つの、河川電源に対応できなければならない。上越本線の新津駅柴田駅間は、電区間であるのに大多数の普通列車が機動車で、あり、上越本線村上駅鶴岡駅間は、 高直流電車ではなくすべて起動車で運行されており、越後ときめき、鉄道日本海ヒ水ラインもデッドセクションをまたいで運行される、普通列車は起動車で運行されている。これらの区間は日本海中貫線で異質な区間であり、輸送密度が低く高直流電車の心臓、購入費及び維持費などが高額であること、単行運転、一両だけで運転できる高直流電車及び、 交流電が存在しないためである。高架線は、湖西線のほぼ全線、北陸本線の福井駅、小松駅、金沢駅、愛の風富山鉄道線の富山駅、東滑川駅、大津駅間で見られる。新大阪駅、米原駅間では、東海道新幹線、金沢駅、糸井川駅間では、北陸新幹線、長岡駅、新潟駅間では、 上越新幹線が並行している。秋田駅では、秋田新幹線、新青森駅では、東北新幹線が接続している。いわゆる日本海中幹線が全通したのは、1924年7月31日に、上越本線の村上駅ネズミが関駅間が開業した時である。開業と同時に、早速、神戸駅と山駅間の急行列車を延長して、 神戸駅や青森駅間を結ぶ急行列車が設定された。1956年に白新線が全線開通してこれに加わり、翌1957年には同線内に新潟総車場、現民型貨物ターミナル駅が設置されている。この区間は近畿と北海道を結ぶ最大経路であり、早くから多数の貨物列車が設定されていた。 そのため JR の前身である国鉄内部では日本海岸線内市は裏中間線という呼び方が存在した。1965年から国鉄は日本海中間線の号を公に用いるようになった。なお、貨物時刻表では各路線名ではなくこの日本海中間線の路線表記となっており、青森信号場から 追田貨物ターミナル駅までの時刻が掲載されている。1972年8月5日、新津駅秋田駅間の電化完成により、全区間で電車の直通運転が可能になった。1974年7月20日には、山品駅大見塩津駅間の湖西線が開業し、翌1975年3月10日から、大阪方面発着の特急と一部の急行が、 前原駅経由から五彩線経由に変更された。2015年3月14日の北陸新幹線金沢駅開業後は並行在来線となる金沢駅、直越駅間が JR の経営から切り離され、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道、越後と木目木鉄道の第三セクター鉄道車に移管された。 長大トンネルを経由する新線に切り替えるなどの対策が取られたものの、親淵付近をはじめ、特に新潟県などに見られる日本海の海岸線まで山地が迫る区間があるその地勢や沿線全体が豪雪地帯を通ることから豪雨や地震による土砂崩れ、高波、雪害などの自然災害や、それによる事故で長期間不通となる事態もたびたび起きており、 大体として使える平行路線が存在しないことから、長距離や高列車などは、その度長期間運休を余儀なくされている。定期特急列車の運行数については、大阪駅から、湖西線を経ての北陸本線金沢駅まで、特急列車が多数走行する特急街道であり、そのうち大見塩津駅から、金沢駅まで、大阪駅、名古屋駅、 福井駅発着の昼特急列車が入り混じり40本以上走行する。金沢駅から津端駅と直江津駅から青森駅までは特急本数が10本以下となり、特に坂田駅から秋田駅までが比較的少ない。なお、津端駅から直江津駅間は第3セクター化された後は特急列車は走行していない。日本海中間線は 物流の動脈であるために多くの貨物列車が走り普通旅客列車の本数が少なく二両編成の列車あるいは一両編成のワンマン列車が運転されているような区間でも長編成の貨物列車がられる。日本海中間線は本州の大動脈とされる東海道本線、山陽本線と東北本線、IGR 岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線と同様に 貨物輸送で重要な役割を果たし、全線で同じ機関車が経営する貨物列車が見られるものの、日本海縦貫線の貨物列車の本数は前述した本州の大動脈とされる各線に比べると少ない。日本海縦貫線のほぼ全線を走破する列車として貨物列車が運転されており、かつては臨時の夜行列車、日本海、トワイライトエクスプレス、青森、 東北夏祭りも運転されていた。湖西線を経由し、新潟駅を経由しない、日本海、トワイライトエクスプレスの大阪駅青森駅間の走行距離は1023.4キロであった。かつては日本最長距離を走る中高の直通列車として、大阪駅青森駅間に、特急、白鳥が運転されていたが、長距離区間を乗り通す。 利用客の減少により2001年3月3日に廃止された。依頼同区間を通して走る中高特急列車はない。2016年3月26日ダイヤ改正時点で運転されている中高特急列車は以下の通りである。なお、大阪駅、前原駅間や金沢駅、津端駅間のみを走行する列車は記述しない。 2015年3月13日までは、福井駅、金沢駅、直越駅、西方駅間には、北越急行北北線経由で、越後湯沢駅に発着する、白鷹、金沢駅新潟駅間には、北越が運行されていた。北陸新幹線、長野、金沢開業に伴い廃止。夜行列車としては、急行、北。 国が大阪駅新潟駅間に運転されていた。なお、夜行列車は北、国を除き、新津駅から上越本線に入るため、新潟駅は経由していなかった。その他、夜行列車に限らず、新潟県伊北の上越本線方面へ直通する特急列車で新潟駅を経由したのは、白鳥のみであった。2010年3月12日までは、 定期夜行列車として急行、のとが金沢駅長岡駅間に運転されており、2010年3月13日のダイヤ改正で臨時列車に変更、同区間は日本で複数の定期急行が重複して走る後の区間となっていた。東北本線に普通区間が生じた場合は、同線を経由する新大特急、北都星カシオペアが迂回して、 日本海縦貫線を経由することもあったが、これらの列車は、北海道新幹線新青森駅から、新函館北斗駅間が開業する2016年3月26日までに廃止されている。貨物列車では、札幌貨物ターミナル駅と福岡貨物ターミナル駅を結ぶ高速貨物列車が1往復あり、大阪伊勢は、東海道、山陽、鹿児島本線経由、これは、 貨物列車に限らず、日本国内最長距離を走る列車である。以下の各項目を参照。大阪駅や青森駅間の特急列車の車両には、一貫して485系が使用されていたが、2017年3月7日、ダイヤ改正時点では、すべて JR 発足後に登場した特急車両となっている。大阪駅から津田駅までは、サンダーバード、 白杉などで681系、683系が見られるが、津幡駅伊藤直越駅まで見られなくなり、直越駅からは、白雪、稲穂で E653 系、秋田駅からは、津軽の E751 系が見られる。貨物列車の牽引機として、高直療養機関車の EF510 型が、大阪駅から青森駅、 青森信号場までと東海道本線の京都駅、米原駅間、新越本線の新津駅新潟駅間、白新線の新潟駅柴田駅間で見られる。老朽化が激しい EF81 型は2016年3月のダイヤ改正で定期運用から外れた。JR 貨物においては本形式は前期が富山機関区に配置され、2016年現在で38両。 1>, 1から23.501から515号機が在籍し、0番台、500番台の区別はなく、共通運用である。EF510 は、日本海中間線の全区間で使用することを想定した形式で、製作当初より、日本海中間線に集中して投入され、当初は、 大阪貨物ターミナル、新潟貨物ターミナル間で運用されていたが、2007年3月ダイヤ改正では、青森信号場まで、2012年3月ダイヤ改正では、上東貨物線、大阪東線を経由して、くだら貨物ターミナルまで、2017年改正では、さらに前原から、東海道線や名古屋臨海高速道に入り、名古屋貨物ターミナルまで運用を拡大した。 2013年度には、貨物列車受託解消で余剰となった501から508.511号機を JR 東日本から購入。2015年度から2016年度にかけて512から515号機。さらに、カシオペアと同色であった509.510号機も購入し、JR 東日本所属であった15両はべて JR 貨物に移り、 JR 東日本において本形式は消滅した。隅田川駅、東京貨物ターミナル駅、南長岡駅、新潟貨物ターミナル駅間を直通する貨物運用があるため、A200 が南長岡駅、新潟貨物ターミナル駅で見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。